皆さん、こんにちは。アラフィクゲーマー、松さんです。ゲームの話題をテーマにした、ポッドキャスト、ゲームサミットを今回も楽しくお送りしたいと思っております。はい、えー、そして、 で、毎回この番組を一緒に盛り上げてくれる素敵なゲストパーソナリティをご紹介します。ツイッチのゲーム実況チャンネル、レインライズチャンネルからレインライズさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、皆さんどうもこんにちは。ツイッチで、えー、ゲーム実況させていただいております。レインライズと申します。今日もですね、松浦さんと一緒に楽しい時間をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 はい。よろしくお願いします。はい、それでは早速本日のテーマに入っていきたいと思います。本日のテーマはこちらです。<music> はい。前回に引き続きまして、今回も東京ゲームショー。こちらをテーマにお送りしたいと思います。 え前回のね、ポッドキャストの方で、東京ゲームショーの概要だったり、それからレインライスさんからのおすすめタイトル。はい、え前回は、三国無双。それから、モンスターハンターワイルズ。はい、こちらのご紹介いただいております。はい、もし聞いてないという方は、ぜひそちらの方を聞いてみてください。はい。はい。それでは今回ね、えー、ご紹介いただくタイトルは。はい。 デス・ストランディング2ですね。はいはい、こちら、の皆さんね、一つ前のね、ポッドキャストでも少しご紹介させていただいたんですけれども、あのメタルギアソリッドで有名な、ね、小島秀夫監督が、えー、新しくその独立をされた後にですね、えー、出されたタイトルなんですが、返されたタイトルの、はいまあ、デス・ストランディングという作品の、まあ、続編にあたる。 えーね、作品になります。うん、で、こちら、ま,あ、そのまだねその、全容というものがまだ分かっていない状態ではあるんですけど、おそらくその世界観とかは一緒なのではないかと言われておりますので、ま,あ、まだ、あれですかね、トレーラー、ティザートレーラーが出たぐらいですか、ね、そうですね、あのキャストとかは発表されているんですよね。であととその、まあ、ティザートレーレラーとか、まあどうし 登壇された小島監督からも、ワ、ま、ン、あ、よりもツーの方が、もうちょっとね、皆さんに驚きをお届けできるかもみたいな話もありましたので、えーはい、ちょっとそのあたりもね、ちょっと注目させていただきたいタイトルなんですが、まあ、あのそうですね、踏襲されるかどうかわからないんですけど、デスストランディングの、まあ、ちょっとその独特の、まあ、システムとして、ソーシャルストランディング、 あのシステムというのがあります SSS というシステムがあるんですけど、はい、まあこれ、どういったあの形のシステムかというと、まあ、例えば、そのデス・ストランディングというゲームは、ざっくり、すごくざっくり言わせていただくと、まあ、ある地点からある地点で物を運ぶということがまあコンセプトになっているんですね。物を運ぶ、そことそこをつなぐという、ね、ことがテーマになっているんですが、まあ、その中でいろんな、ま、あ あのルート取りだったりとか、例えば険しい山道を登るために、あのロープを使ったりっていうことを、まあ、選択できるようになっているんですね。で、はい、その例えば自分が使ったロープをそこに置いておくと、それが緩い動機の中で、どこかの誰かの世界にそれがあるというね、そのロープがあるんですよ。 うん、<で>そうですね、はしごをかけると、はしごが現れたりとか、それは特定の誰かとかではなくて、えーまあ、その本当にどこかそ、どこかの本当に見知らぬ誰かがそこを通るために使った何かが残ってたりするんですね。で、それに、ありがとうという意味でこう、うん、いいにを押せるというシステムなんですよね。そ,うそれがね、もう僕はもう、なんていうんですか、なんとも心地よくて、<laughs> あ<の>うんなんだろう、本当、ゲームやりながら、 こうなんだろうちょっと自分がおかしいのかもしれないんですけど、ありがとうって言いながら押してたんですよ、自分、本当に。うこうやって、ああ、ここ行きたいなって言ったら、はしごをかけてくれてる人がいるわとかって思って、自分もそのなんかこういう,なんだろうことをしてくれたお礼じゃないんですけど、ここもうちょっと険しくてしんどかったから、ここにはしごをかけておいたらいいんじゃないっていうのでうんうん、うん、 その下のあたりにまたはしごをかけておくと、でまた翌日、その同じとこ通ると、いいねついてたりするんですよ。そうなんですよね。<う>まあ緩いつながりなんですけど、ねね、つながりねその、別に特定の誰かから直接言われてるわけではないんだけれども、自分がしたことや、誰かがしている行為が、相互でそのプラスの作用になっているという、素敵なシステムなんですね、これ。 そうですよね。うん、あれは本当に独特なシステムですよね。なかなか他にない。ないと思います。で、なんだろう、本当にストレスなくできるといいますか、そう、あれがね、本当に素敵だなと思いました。あのテーマ自体は少しお話しさせていただくと、非常にちょっと重いんですね。テーマがですね、あの複雑でちょっと深いテーマになっておりまして、人の死とか生命であるとか、 まあその孤独であるとか、その人っていうものの死生観とか、まあ、死とかそういったもののつながりとかっていうのがまあちょっと重いですけど、テーマに、テーマの中心にある世界観なんですね、うんうん、これが。でもその中で紡がれるそのプレイヤー同士の温かいつながりなんかもゲーム中です感じられるっていうのが非常に魅力的な。 作品そうですよね、うんまあ。ゲームのストーリーとしても、まあ、人とつながるっていうのが、まあ、テーマだったりするんですけど、そ,ねはい、それと合わせて、現実世界でもつな、まあ、がるっていうところが、ねまあ、リンクしてるっていうのが、はいまあ、すごいゲームですよ、ね、そうですね、うん、だからその本当に松井さんがおっしゃったように、そのゲームの中で主人公がしている、そのメインテーマであるつなげる、つながりっていう行為が、 その本当にプレイヤー同士のつながりにもつながっているっていうのが、本当にすごいシステムだなと思いました、うん。今でも結構根強いファンの方いらっしゃると思いますね。ツイッチとかでもプレイなさっている方もあのまだお見かけするので、はい、あとですね、やっぱその独特の世界観にまあ花を添えるではないですけど、やっぱそこれは小島監督ならではというか、小島監督の人 脈のなせる技なのかなっていうところで、本当にその海外のハリウッドスターさんが実際にこう、まあ、あのー、ご出演というか、はい、そうですね。なさっているというので、んそこら辺が素晴らしい。ご主演のね、あのー、サムっていうその、あのー、主人公なんですけども、これノーマン・リーダーさんっていう、まあ、ね、はい、俳優さんが、あのー、皆さんそうですね、あのー、 これを言うと、一番わかりやすいのだと、ウォーキングデッドがわかりやすいかな、ノーマンリーダーさん。海外ドラマなんですけど、見ごしなさってるんですけどね。<ー>はいまあ、それ本当に、あの他にもねあの、海外の豪華な あの俳優さん登場なさってて、ね。キャストがすごく豪華なんですよね。うん、はいそれに加えてこれはまあちょっと僕の趣味になあの世界になるんですけど声優さんたちも素晴らしいんですよ。<ー>はい本当になるほどはいこれもねもうぜひぜひねだから本当にこうなんでしょうねまあ一つの、まあ、小島監督ってその映画とかが非常にお好きな。 方なんですよく、はい、投稿されてるんですよね。あのー、ご覧になってる映画とか。そうそうあと影響を受けて、ね、あんですよね。確かに、ねうん、会社、スタジオでもなんか映画の鑑賞会かなんかされてたりするんですよね。はい、そうです、そうです。はい。ね、そうです、そうです。だからもう本当に映画というものを、あのー、深く愛されてる方なんだなっていう。で、その方がやっぱり描く作品なので、 なんかね本当にそのムービーシーンとかも映画見てるようなね、本当に。うん、一つのこれはそうですよね、うん、デス・ストランディングに限らず、まあ、メタルギア・ソリッド時代かと映画の映像もそうですもね。この小島監督の作品は本当に一つの映画としても素晴らしいというか、うんうん、もう何とも言えない、ね、感動といいますかそうです、ね、ありますよね。う そ,うその映像に関する、まあ何て言うんですかね、作り込みだったり、ストーリーだったりっていうのは、すごく練られてるっていうのは、すごく感じますよね、作品、す、ま、べ、あ、ての作品。そうで、ね、うんやっぱりその遊び心を全然その忘れられないというか、じゃあシリアスな話なんて、一辺倒に行くかっていうと、そんなこともなくて、工作中の中にちょっと散りばめられた面白い、その、あの、まあ、 仕込みじゃないですけどね、そういった演出とかもあったりして、あなんかこう、ホッとするといいますかね、そんなひとときを <laughs> <う>提供してくださったりちょっとおそういうところもる、はい、あるので、ねあのー、なんかね、本当にこの方はあのー、ゲームも好きだし、こういうなんかなんか人を驚かせたりすることとかね、そういうのもお好きなのかなっていうのが感じられる。はい そうですね、あねまあやっぱり小島監督はそうですよね、そういうとこありますよね。うん、そなんかね、まあ、ずっとですよね、メタルゲス・ソリットでもなんかそういったところありましたからね。はい。はい。まあね、で、まあそのちょっとね、今、そのデス・ストランディングの,あのお話をさせていただいたんですけど、まあ、こちらのまあ続編ということで、えー、大変ね、注目を。 されているということで、えーちょっとね、自分も東京ゲームショウの中で発表されたタイトルとして選ばせていただいております。はい正直ね、未知な部分の方が現状だと多いんですよ。そうですよね、まだ詳しい内容とか、はい、ゲームシステムとかっていうのは出てきてないので、実際ね、どういう感じなのかっていうのが、まだ本当に未知数ですもんね。そそうですねだからまあその 期待している部分では、そのまあもちろんね、さっき、あのー、松柚さんともお話ししたんですけど、まあソーシャルストランドシステムというシステムが非常に優れているという話もしたんですけど、<ー>なんかね、また何かやってくれるんじゃないかなという期待感がすごくあって、うもう一つ、上のつながりなん何かこうね。はい、ねそうそうで常にやっぱりそういったことをこう考え くださる方というか本当にその発想力が素晴らしい方なので、うもうね、なんかね、楽しみですね。本当に楽しみそうですね。うん、まあ本当に他のゲーム体験とはまた違ったものを、そうですね、提示してくれる、期待感っていうのはやっぱり、うんうん、大きいですよね。そうなんですよ。だってまあ単純な話ですよ。うんうん、だってなんかゲームを作ろうって っていう話になったとしてね例えば松江さんとまあ自分がそのゲームを作りましょうと、はい、で松江さん僕物を運ぶゲームを作りたいんだけどっていう話をしてウーバーに使ツよってなるじゃないですかなんかこう <laughs> それは別にそのふざけてるわけではなく <laughs> なかったとしてもいやいや RPG 今あるっ,ってちょっと流行りとかでアクションとか RPG いろいろあるじゃんって。 物を運ぶって別にわざわざそのゲームにする必要ってあるみたいなそう、そのコンセプトだけを聞いてしまうと、それってゲームとして成立するのって思っちゃうんですよね。そう、だからそういうふうに言うと、例えばシミュレーターゲームってあるじゃないですか、まあ、だからそのトラックシミュレーターとかもあるし、はい、別にわざわざそういうことをしなくていいんじゃないっていうことになりがちな世界と言いますかね、物を運ぶってことに。ただ、そのやっぱりその物を運ぶという行為を。 そのこの世界観とつなげて落とし込んでなおかつそのシステムさっき言ったご紹介したシステムを作れるそののがすごいなって思いましたそうですよね、うん、発想力っていうかそのゲームとしてきちんと落とし込んでるっていうところがねすごいと思うんですよねうーん,なんかどれか1つ PS が欠けてもなんかこうこの世界ってバランス取れないかったんじゃないかなっていうようななんか優れたバランス感といいますかねなんかこう うん。暗いテーマってか重いテーマのままだけだとちょっときつかったろうけど、でもそんな中でプレイヤー同士のつながりも感じつつっていう。 なんか本当にいろんなものが散りばめられた素敵な作品に仕上がってるなという素直なそうただね、うん、あれなんですよ。まあ、本当にね、人に説明するのが非常に難しいゲームなんですね。難しいですね。あ,あとね、まあこれは別にネガティブなっていうか変な意見で取らないでほしいんですけど、まあ、例えば自分のフレンドさんは、 まあ僕はねその好きだからこういうふうに説明してるんだけれども、僕のフレンドさんは正直最初の数分でもうダメだってやめてしまった人もいます。これはもうもちろん相性の問題<ー>、うん、合う合わないはあるので。うんね、人を選ぶゲームかなっていう感じはするかな。うん。うん、人受けっていう感じではないんですよね、ちょっと。あの、前回のね、ポッドキャストで。 お伝えした話で、新三国無双なんかが、もしお好きな方がいらっしゃる、あれはもう本当に爽快なアクションが好きだっていう方が多いと思うんですよ。じゃあ、そういうのがものすごく好きな人にとっては、最初のね、その、デスストランディングの最初って、地味なんですよ、本当に。あの、まあ本当に地味なの <laughs> <laughs> そこで、やっぱり合わないなっていう方もまあもちろんね、いらっしゃるって思うんですけど、 うん、まあでもね、それは本当にどんなゲームとか、どんな映画とか、どんなジャンルにでも言える話で、合わないって絶対あるので、うん、そうなんですけど、ね。まあでもね、うん、ぜひぜひね、なんだろう、こちらもね、あのー、もしつ、まあ、ご興味が、もしね、こ,うやってこのポッドキャストをお聞きになってくださってる方で、あればね、ねぜひ一回ね、ちょっと触ってみてほしいかなという気は、はい、するんで、<ー>ぜひぜひね、ちょっとやってみていただけたらなと思います。<ー>はい まあ、一作目はね、確か、プレイステーションプラス、遊べますよね。えっと、いや、ゲームカタログにあるので、エクストラコースだったら多分できるはずですかね。ねはい、プレイできるはずですね。ねはい、ゲームパスには来てないのかなゲームパスはね、いや、来てたかなどうだろう ちょっとしたらあるかもしれないですけどす、ねうん、ただ、ほらゲームパズって期間があるでしょう、うん、そうそうそう。だからもしかしたら今は配信されてないかもしれないですねな。なんですけど。まあでもね、PC 版とか、まあ、プレイステーション版とかもそうですけど、多分セール。 ちちょこちょここやってたりもするので,そうです、ね、今っていつ,ど、うん、いつ何時なく割とセールやってるイメージあるからデス・ストラインディングも割とそのセール対象になってたりすることもあるので,そうです、ね、もしねうん気になるようであれば前作もねやって。 いいたただきたいなってこちらはそうですね、はい、あの三国無双なんかはまあ特に、まあ、モンハンもそうですけどまあ、別にねこれから始めても大丈夫だよっていう話はさせていただいたんですがそ<う>デスストローキングは前作やってた方が多分没入感とか世界観とかがより色濃く分かると思うので<ー>ぜひね一度プレイなさって 方がいいと思いますね。はい、ですよね、はい。はい。ですので、本当にね、もしね、ちょっとでも興味持たれた方は、本当に会回はね、プレイしていただきたい。はい。まあ、そさそう思うタイトルですね。はい。はい。というわけで、えー、今回はテス・ストランディング2をご紹介いただきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 ゲーーームサウンドトラックのコーナーですここからはゲームサミットの後半コーナーイチオシゲームサウンドトラックのコーナーとなりますこのコーナーではレインライズさんとマツさんがそれぞれお気に入りのゲームサウンドトラックを紹介していくコーナーとなっております、はい、で前回はレインライズさんにオオカミのね、はい 曲の方を紹介,させ紹介していただきました。はい、今回は松さんの方から曲選んできましたので、そちらを紹介したいんですけれども、はい。えっとね、実は二曲迷ったんですよ。二曲っいうか二枚迷って、は一枚はねなかったんですよ。配信されてなかったんですよ。なるほどなるほど。はいはいはい。 でこれ、絶対知らないと思うんですけど、はい、ドッグ・オブ・ベイっていうプレイステーション2のゲーム知ってます知りません。<laughs> 知らないでしょう。<laughs> はい。広いおじさんがね、はい、あの広いおじさんっていう桜大戦、はい、の天然魔球を手がけてらっしゃる方が手がけたマーベラスのミュージカル音ゲームみたいなゲームがあるんですよ。はい、ああ、そうなんですね。 うん<ー>まあ多分すんごいマイナーだと思うんですよ。で、ここにね、えー、登場してるのが、はい。本田美奈子。 ああ、歌を歌ってるんですよ。ああ、これもね、紹介したかったんです。ああ、なるほど。紹介したかったかっていうと、十一月六日がね、本田みんな、ご命日なんです。はい、はい、はい、はい。なので、紹介したかったんですけど、残念ながら、こちら配信されてないという。ことでなかなか、ちょっとね、難しいですね、そういったあたりは。ちなみに、あの、皆さんね、ちょっと、あの、言っときますけど、松井さんは本田美奈子さんの大ファンでいらっしゃる。 本当にもう生前はもう、ずっとあの <laughs>、はい、追ってました、本当にね、なんだろう、美しい歌声といいますかね、あのーはい、ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください。そう,そうなんですよね、あのー、クラシック・からク・ロス・オーバーの曲とか、あとアイドル時代の曲は配信されてるんですよ、残念ながらこの時代のね、マーベラスっていうレコード会社に在籍した時の曲が配信されてないんですよね。うん、ななるほど、はいはい はいということで今回選んできたのははいはいいいですかはいなんでございましょうかゲームがですねはいエイプエスケープっていうゲームになりますエイプエスケープ聞いたことありますはいありますあります ありますはい。はい。日本語でサルゲッチュって言われてます。はい。はい。こちらからね、あの、一曲選んできましたので、こちらをね、お送りしたいと思います。予想外ですね、もう。なんでこれを選んだかっていうのもね、あの、そうですね、あの、お聞きしながら、はい。聞きながら、はい。させていただこうかなと思うんですが。はい。 では曲紹介いいもよろしでですかはい、ではそれではですねイジオシーサウンドトラックのコーナー本日はですね松柚さんに選んでいただいておりますのででは松柚さん、えー、曲の紹介よろしくお願いいたしますはいえー「Ape Escape OriginApe」サウンドトラックからオープニング寺田総一さんですどうぞ これね、面白いのオリジナルサルゲッチオリジナルサウンドトラックって普通言うでしょはいオリジナルサウンドトラックになってんの <laughs> その辺もなんかあれですよねあのー、こ,こだわって,るっていうかこだわってますよね凝ってるよねはいそうだから英語はオリジネープになってんのオリジナルじゃなくてへ <laughs> えだからそれちょっと面白いですね面白いでしょはい もうテクノでしょ。あもう、これはもう、松尾の好きなやつですね。そう。これ。ちなみにですね、そうそう。これ手掛けてる寺田総一さんっていうのが、ハウスミュージックの一人者なんですよ。結構有名な方なんですよ。で、この方が手掛けた有名な方っていうのが、ウィンク。ああ、はいはいはい。アイドルデュオがいたんですけど、ウィンクのアルバムの は曲を、はい、まあ、あの、手掛けたり、それから、うんうん、ダンスパフォーマンスユニットの東京パフォーマンスドール。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。はい。東京パフォーマンスドールのリミックス手掛けたり、<ー>あとはね、はいえー、民謡の金沢明子さんってご存知ですかあ、あの、どん,んじゃいけないですね、はい。イエローサブマリンオンドって知ってます。 それは聞いたことあるかも。あ、それを歌ってる方です。はい、ああ、なるほど。はい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 。はい、その、金沢晃子さんで民謡界で有名なんですけど、はい、民謡とハウスをミックスした改作があるんですよね。ああ<ー>、<laughs> なかなか、はい、はいはい。はい。を手掛けてらっしゃるんですよ。ただ、一番有名なのがですね、<ー>島田奈さんっていうね、1980年代に活躍したアイドルの子がいるんですけど、はい その方、ももこクラブっていうね、西村トーンちゃんとか、ああ、はい杉浦美幸さんとか、はいはい,はい、はい、そういった方が出身の、まあ、グループじゃないんですけど、はい。あるんですよ。うん、はい。それ出身なんですけど、その方が、あの、リミックスアルバムを出して、こちらも寺田さんが手掛けてるんですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。その中の一曲、サンシャワーっていう曲があって、はい。 この曲の原版権を寺田さん買ってるんですよ。ああ、なるほど <laughs>。そう。で、これをね、あのー、リミックスして、で、ニューヨークの方に持って行って、はい。で、ニューヨークのパラダイスガレージっていう、あの、クラブがあるんですね。はい,はい、はい。で、そこの DJ をされてるラリー・レバンっていう方がいるんですけど、はい。 まあ伝説とされてる DJ の方がいるんですけど、その方がその島田奈美の、まあ寺田総一がリミックスしたサンシャワーをベースにリミックスしてるんですよ。へ、えー、すごいですね。はい、あ。それが、はい、ニューヨークで、まあ、あの、ヘビーローテーションされたっていうのが、まあ、逸話としてあるんですけど、はー、<な>すごい。これが一番多分、だから寺田さんの中で有名作なんですよね。はあ、うーん。 はい。っていう方なんですよ。で、マスさんこの、まあ、サブゲッチやってから、はい、あの、サウンドトラックを聞いてみたんですよ。で、なんかね、はいはい、聞き覚えがあるなっていうか、やっぱあれですかね。尊感がはいはい。その、<laughs> 作詞作曲家の方のとのテイストじゃないですけど。そう,そうそうそう。あれ、なんかどっかで聞いたことあるなみたいな感じで、はい。調べたら、まあ、寺田さんだったっていう。 寺トさんがこの「サルゲッチを」を、はい、手がけていたということでああそうなんだと思って、はい、今回選ばせていただきましたはいもうなんかこう <laughs> なんだろう一つの歴史を語られたみたいな感じになりましたすごいでも何ですかねやっぱりねそのゲームのみならずねこその一つの音楽にしても それだけこう歴史があるっていうことはなんかちょっと今日ねお聞きもしなってる方いらっしゃったらちょっとね念頭に置いてほしいなって思う気持ちはありますねなんかこうたった一曲とかって思うかもしれないですけどその一曲にもそういろんな

で作って,るっていうのを知ると面白い発見があったりするかなと思うんですよね。そうですね。あ,<ー>あこんなところでつながってるんだみたいなこともありますからね。というわけで、はい、サルゲッチュ、えー、オリジナルサウンドトラックからオープニング、寺田総一さんをお送りしました。ありがとうございました。いや、ね、ありがとうですね。はい はい。というわけで、えー、ゲームサミット、今回はここまでとなりますが、楽しんでいただけましたでしょうかはい、えー。ゲームサミットは2ヶ月に1回のペースでお届けしておりますが、今回のようにね、何か、あの、特別なイベント等々があれば、また、突発で収録していきたいと思っております。はい。はい。 それから、えー、皆さんからね、えー、ご感想、それからマスさんとレインダイさんへの、まあ、リクエストだったり、質問だったり等々、えー、募集しております。投稿フォームの方からねあの、応募していただくことできますので、お気軽に、はい、投稿していただければと思います。お待ちしております。はい。はい。それから広告、それからスポンサーの方も募集しております。代々大募集しております。 こちらは b o t p レイスからお問い合わせいただけますと、はい、あのー、こちらの方に連絡の方が来ますので、また、あのー、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ここまでのお相手は、ラフィーゲーマー、松さんと、はい、レイン a ライズチャンネルのレインライ i がお届けいたしました。はい、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。